皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局、メインパーソナリティの竹本佳也です。2017年6月から放送してきましたカンアラ情報局は今日で最後となります。今までカンアラを見ていただきありがとうございました。今回130回目が最終回となります。今回はカンアラメンバーで今までの感謝の気持ちを込めて今までの振り返りを含めお送りいたします。それではカンアラ情報局始まります。 CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、皆さん本日最終回ということでどうですか？130回目、はい、130回、ようやったね。感覚はないですね。感覚無料やね。必死やったもんね。必死やったね。130回。でもやり始めると結構あっという間やった気もしますね。そうですね。最初の頃は結構真面目にね、廃棄物情報とかゲストの人にもね、聞いてもらったりとか、してもらってたんですけども、なんかね、最後の方は、何ですかね、最近のトレンドが多かったですね。そうですね、多かったですね。で、なんか水銀とか、なんか法律の改正とかすごい恵まれた時期やったかなとは。そうですね、結構変化が大きかったですよね。最初は結構マニフェストとはとか契約書とはって話があったんですけど、ちょっと硬かったね。もう最後は SDGs だとか、サーキュラーエコノミーとか、なんかやっぱ番組に合わせて世間も変わってきたのかなっていうような気はしましたね。まあちょうど潮目っていうんですか、変わってたぐらいかなって、そうですね、のタイミングでね、このカンアラ情報局を、放送することができてよかったなとは思うんですけど、まあ、今回最終回とは言ってるんですけど、エピソード1の最終回なんでそう、エピソード1なんで、エピソード2はね、また新たなスタイルでいつか放送できればなと思ってるんですけど、そうですよね、ちょっと今の段階では頭フリーズ状態です。この業界ででも、ね、1年2年も経ったらいろいろまたネタも増えてくるでしょうしね。それにね、やっぱりメンバーも今岩田先生と寺井君と私でやってますけど、今度はね、寺井君よりももっと若い人たちがパーソナリティとしてワイワイガヤガヤ環境のことを、それこそまさに SDGs をテーマにとか話してくれるような番組をできたらなと思うんですけど、先生どうですか？おじさまから集めて居酒屋しますか？それも入れてほしいな。4週に1回じゃ4週1回ぐらいはおっちゃんたちの会、おっさんね、この業界をほぼ引退しようかっちゅうのおっちゃんばっかり集めて、ちょっと過去のことをね、ぐちゃぐちゃと話したらいいかなと思ってるんけどね。とはいえみたいな。そうとは言いましてもね、みたいな。その前にとかね。未来を語る前に一回過去のドロドロとしたところの。本校中心やな。そうですね。いや、本当に幅広い、ことを放送してきたなと思うんですよ。真面目なね、実務の、ことから。あとも最新のキーワード、環境のキーワード、もう ESG とか、最初ね、SDGs 先生と私と2人でやった時、わけわからんとやってますからね。まだね、全然浸透してなかったしね。そう。なんかもう、雲をつかむような、なんかね、話ばっかりで。そうですね。ね、やっとなんか具体的なことが見えてきたかなっていうとこかな。世間もそれに、ね、追いついてきたような感じがしてね。そうですね。まあね、カンアラとしては、カンアラ情報局をこのずっと2017年6月からしてきたんですけど、勉強会とかでね、ちょっと情報発信の方法を変えてはやっていこうかなとは思ってるんですけど、この動画に関しては YouTube 上で一生残ります。一生、先生のあんな発言やこんな発言や、そう、恥ずかしいな、サウナの話とかね。そうそう、あと浜田社長のガッチガチに緊張した
映像とかね。そうですね、結局最多出演のゲストは浜田社長だったんですかね。そうですね、あ、そうか、4回、5回、山田さんもそうやね、あの主演してた山田さんも4回。そうですね、はい、まあまあね、あの山田センター長もあのハイプラスチックの話とか、あとはあの浜田社長に関しては蛍光灯とか太陽光パネルのリサイクルのお話なので、まあ今後10年た10年後も多分見れるかなっていうような内容なんですよね。はい、そういう意味では先進的な内容結構ありますよ。そうですね、あの僕も自分でこう太陽光パネルって調べたら、カンアラのなんか自分の画像がポッて出てきたりとか、あ、なんか結構ね、あの検索の上位には上がってきたりするみたいで、うんうん、あの私もお客さんの方から、PCB をちょっと調べようと思った時にピンとくる動画がなくて調べたら寺屋さんが出てきましたって言われて、あの僕初対面だったんですけど、あの動画の方ですよね動画の方ですっていうなんか変な入り方なんで、まあ、私も結構道で ねあれって言われるところもあったりとかするんでね、うんうん、結構影響力あったかなと思ってますね、行き違う人に覚えてもらえるぐらいのインパクトあった顔売れてきて、うん、悪いことできませんね。やっぱ僕一つはね、これでちょっと、はい、あの心残りは、うん、ロケットを飛ばせなかったことや。あ、ロケットね、ロケット飛ばしたかったな、あれ、ね、ハイプラロケット、ハイプラロケット飛ばしたかったなというとかね、お金がちょっとっていう感じでした、ね、そう、お金がちょっと集まらなかったそうですね、ちょっと集まらなかった、ね、ロマンもありましたね、うん、あれはちょっとやってみたかったな。そうですね、あ、まあね、いつか飛ばせるんでしょうね。いつか飛ばせるね、うん、特別会でちょっと、うん、あれもだからさ、先ほどのね話じゃないけども、大人が作った未来やんか、うん、まあまあそうですね、ハイプラスチックもやしてるね、あのバックトゥザフューチャーのね、はい、デロリアンやな、デロリアンがやったようにね、あれやんかね、だから大人が作った未来に私非常にこうね懐疑的になってきたな、うん、子供が作ってくれた未来はないな思いながら環境絵日記非常にこう、なんか、そうですね、瞑想に入ってまうけどね、またそれ帰ってきてください、こっちに帰ってきてください戻ってくるけど、いや非常にだから、うん、あのだからこれもあの残るんであれば、あの子供たちにもね見てほしいなと思うね、その視点なかったな我々やってることは、子供たちに見てもらえることもちょっと何回か入れた方が良かったなという気がするな、うん、そうですね、うん、まあでも食品ロスとかね、うん、あと何があったかな、結構消費者目線で、あの、うん、あのプラスチックを使わないで生活してみることを考えたらとか、うん、あの回はまあまあ盛り上がったかなとは思うんですよね、うんうん、最初はね廃棄物処理業者さんとかに向けてって、ね、考えてましたけど、やっぱりあのネタが尽きるっていうよりかは面白くなくなってきたっていうのがね、うんうん、あってやってる本人たちも未来を語れるのはやっぱり学生の方とか子供だとかっていうのかもしれないですね、うん、10歳ぐらいの子供と先生をディスカッションさせても面白かった負けるやん、負けるあたふたと何かねな、大学生の子を呼んできたらもっと良かったかもしれないね、あの各大学でそういう環境 の, あのゼミやってるとこあるやんか、ありますね、その子ら呼んできてそういう今どんなこと考えてんのいうことね、聞いてみたかったな、うーん、そうですね、講義に行ったりすることはあってもこれそれは一方的なことやからね、そうですね、うん、一緒に話はねしたかったなと思いますね、うん、まあそういうね企画を作って、うん、そうですね、未来を語る会とかね、うん、結構面白いかもしれないですね、うん、だかんあ前言ったかな、あの環境のキーワードが共通言語になっていくね話なんやけども、うん、まさしく SDGs もそうやけども、そういう共通言語がそっちの方へ、あの経済のことばっかりが今まで ね共通言語やったところが、それが環境問題とかそっちの方ね、社会貢献とかそっちの方のが共通言語になりつつあると思うね、今 ね、うん、そうですね、だからそれを生かさない手はないかなという思いはねありますね、そうですね、うん、まあ、そんな意味ではね、あの過去のアーカイブ、まあ、130回分ありますけど、さすがに全部見返すのはね大変でしょうけど、うん、まあ、ポイントポイントでなんか選べるっていうのはいいのかな、ね、タイトルちゃんとつけてるしね、うん、そうですね、でまあね、分かりにくいあの実務のところでも因子の問題とかね、ああそうなんやりましたね、めっちゃ違うところ、うん、実務的なこともね話したからね、そう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 、あの先生教えてのコーナーでもやって、いつ見てもらってもね、いい話や、やってたし、あと種類の話、廃棄物の種類の話、あ、あれも盛り上がりましたね、うん、先生楽しそうに意地悪の問題ばっかり話してるんで話してだけど種類の問題、まあ話ちょっと戻っちゃうけど、種類の問題非常に大事だね、
どこ行ってもその話してるもん、うん、種類を知らないと世の中何千何万ある廃棄物あもうものがね廃棄物になった途端にたった20種類になってしまうというねこの何ちゅうかな詰め込み具合がちょっとねあの業界もそうだし、ね、廃棄物の難しさっていうかね、そうですね。なの象徴かなと思ってるから、うん、おでーとハイプラのざっくり感がすごいですよね。うん、本当にいや、俺ゴムくずや一番のざっくり感は。ゴムくずそうです、ね。天然ゴムってどこにあんのやそんな。見たことないですね。な普通見ない、うん。天然ゴムとか生ゴムとかね、どこにあんのそれってなっちゃうけど。でも結構うちの会社の若手も見てくれたりするんですけど、うん、あの業界の教科書に書いてない、うん、いやゴムくずどこにあんねんみたいなところとかの。あの音ローカルな部分を知れたのは結構面白かったっては言ってましたね、うんうん、この辺をお伝えできたのはならではかなと思いますけど、うんうん、寺井さんの会社ではもうね社員研修で動画を流すいや楽なんですよカンアラを流す社員研修でマニフェストの会があったらもう動画それぞれ流しておいて見終わったら僕ら来てばなって話すみたいなうんまあ、そういうふうに ね使い方も様々に使えれるように、うんあのまあ、コンテンツとしては雑談もしながらきちっと、ね、あのできてきたかなその実務の部分に関してはやっぱり皆さん本気になるのでそうですね、うん、で結構岩田先生がカバーしてない部分も多かったですよね、うんあのまあ、SDGs とかはもちろんやっぱちょっと広い分野もそうですし、うん、ブロックチェーンだとか、うんまあ、僕も電気炉とかの話もしてみましたけど、うんなんかそういうのは結構勉強になりましたよね、うん、ゲストの方話して、ねうん、でまたねあの先生もそうですけど放送するまですごい調べてそうや、ね、で勉強して臨んでましたもんね、うん、それが辛い宿題と一緒やもんそれが辛いそうです、ね、非常にこう、まあ、それが逆に自分の中でね、うんまあ、見直すと言ったらおかしいけども曖昧な部分を明確にしていってることでその作業は作業で良かったよねよかったけど、まあ、いかんせんこの数年、私非常に忙しくて、もう時間がなくて、もうフラフラってことなんだけどね。でも、僕もあの、やりだす時が4年、まあ、26とかなんですけど、だいぶこの3年、2年、インプットできたなと思いますね。で、まあ、廃棄物コンサル、環境コンサルタントとかの名称、まあ、肩書きでね、この廃棄物のこと実務のことをお伝えしているコンサルタントの方いらっしゃるじゃないですか、うん、講師の方ほとんどの方が実務を知らない方が多いじゃないですかその方たちのためになんて役立つツールなのって私はすごい思うんですよその通りやな、うん、だって裏話とかめちゃめちゃしてますよまあね、なんだどこの会やったかな廃棄こんな廃棄物処理業者はあかんっていうところで犬がおるところとかでっかい犬がおるとかね虎がおるとかそんな話ね多分現場を知らないからそういうの出会わないね、うん、まあねそれ先生だけの意見でしょっていうのもありましたけどでもそういった現地確認のね会とかあとはまあ実務のこともそうですけどそういうところそういうテーマを取り上げているところはぜひね今講師としてお伝えしている人たちにはちょっと見ていただけたらなと思うんですよ私も見返します、うん、どうやったかな先生前言ってたよなと思ってやっぱりこう自分が講習する時の前には見返して確認する時あります確認したいからな、うん、それはいいことやな、うん、それが一生ね、うん、動画で残るんだから、うんで全国産業資源循環連合会の森谷専務、うん、森谷さん来てもたね、うん、来ていただいたじゃないですか、うん、で青年部協議会の方から、まあ、当時の、青年部協議会の会長だったりとか、うん、近畿ブロック長だったりとかやっぱり業界の人たち業界団体の人たちにもご出演いただいたりとか、うん、まあまあそれなりに箔つけてもらったかなとは思ってるんですけどそうですね、うん、といろんなゲストの方に貢献いただいてできたですね、うん、知らない世界もいっぱいありましたけどねそうですね本当初めて知るところもありましたし皆さんやっぱゲストの方が大体語り足りないぐらいの情報を持ってきてくださるのもありがたかったですよね、うん、そうですね、うん、いつも台本カチカチみたいな、ね、カチカチでもうこれ終わるのかなってゲスト会は大体こう尺が終わるのかなっていう回が多かったですよね、うんそれぐらいなんか思い入れを自分のやってきたことの思い入れをこう語っていただいたっていうのがありがたかったですよね、うん、でやっぱりその私なんかは業界団体 の青年部に所属してるので懇親会とか東京とか行ったりするじゃないですかその時に環境省 の担当者の方に
こうご紹介いただくときに、あの関原情報局ってインターネットテレビしてる子やでって言ってもらえるんですよ、うんうん、それはすごいありがたいなと思いました、うんうんうん、そうですね。逆にこのなんてインターネットの影響力の大きさもね、知ることになった ね、 なんかね、そうですね、思い知りました、思ったのもっとローカルやと思ってましたよね。そうなんかもうあの身内しか見てくれへんから思ってたけども、全然そうじゃなくて、まあ、身内も見てくれてね、僕なんかこう腕組むなとかなんかするなとかね、なんかそんなことチェックされてるんやけども、僕親にバレた時めっちゃ恥ずかしかったですね、うん、弟がなぜか見つけてきて見つけてきて、はい、あ、まあ名前、うん、英語サーチしたら出てきますからね、いやそれなんかな、いやなんかでも全然違うところでインターネットテレビって調べたら出てきたって言ってましたね、うん、あ、うん、まあ、そういうところでね、いろんなところに影響が今後も出続けるんでしょうね、うん、そうですね、まあ、これからはでもあれですよね、こう番組で培ったやっぱ僕らも集めた情報とかゲストさんのネットワークとかっていうのがいろいろあるんで、それやっぱこうリアルな現場とかにやっぱ伝えていける何か取り組みしたいですよね、そうですね、まあ、なぜあのこの2年、まあ、3年弱ぐらいの間放送してきたんですけど、もう必死、うん、常にあの、ね、こういろんな情報が入ってきてたじゃないですか、特にこの1年ぐらい、うん、ハイプラジャー、うん、SDGs じゃ、そうそうそう、あとはなんか、ね、法改正とかもあったりとか、うん、そうですね、もう水銀とかね、その辺のことはもう寺井君にお任せ、もう お腹いっぱいあってそう変わりすぎていろいろと、あとはあの、まあ、スクラップ業界のねこともあの、まあ、岩田先生も関係が、ね、うん、できてきたの で、 で、ね、うん、ちょっと勉強できたりとか、そういう意味ではあの処分場の説明とかあったじゃないですか、うん、ね、うん、あんなだって教科書載ってますけど、あの実務書とかも載ってますけど、実際聞いた方が分かりやすいじゃないですか、分かんないっすよね、テキストで見てもあの回は僕も勉強になりましたね、遮断型って何、うん、っていうね、そうですよね、あの埋め立て処分場のビジネスモデルってこうだよって語っていただいたのはかなり腑に落ちましたね、うん、だからみんな受け入れがやっぱ制限していったりとか、うん、ものを選ぶんだっていうのはやっぱ、その間ね、今年の8月に、うん、全国産業資源循環連合会であの最終処分場業者向けの委託契約書をね私使わせていただいて、うん、それがね今ちょうどあの説明会を全国で行ってるので、はい、これからは最終処分場側がなんていうかな、その自主企業みたいな形で、うん、こんなものは受け入れられないよというようなことをね、うん、言ってくるので、廃止業者の方とか中間処理業者の方はちょっと気をつけてね、処分に出してほしいなと思いますね、うんうん、やっぱり先生から見てもここから先はよりやっぱそういう情報をどう知れるかって大事になってきますか、なるね、うんうん、そうと業界がねちょっと構造が変わりつつあるから、でたまたま私 M&A のねあの仕事もしようと思ってないけども、そういうちょっとこう小出しにしただけでいろんなとこから話が入ってきてね、うん、これか売れへんかとか、こんな話が来てるんだ、来てるんだけども言って来てね、その業界ちょっとねやっぱり、初代いやね、戦後を始めた、うん、参拝始めた、社長とか会長と言われる人がそろそろもう本当に引退、本当に引退ね、ずっと言われてるけども本当にもう年齢的にもほぼね、うん、亡くなってしまうかもう引退するかになるんで、そうなるとそういう情報も集めるマッチングの仕事もね、できるようになったかなと思ってますね、うん、やっぱりね情報収集のツールが今までなかったじゃないですか、なかなか、うん、じゃあそういう時にあなんか必ずあったなって思い出してもらえたら、うん、もうねいろいろ喋ってるんで、そうだね、最初ね業界団体から苦情来たらどうしようって思ってましたけど、まあそのね業界団体も、うん、まあまああのこう苦情っていうよりかはあのどんどん情報発信してくれっていうふうに、ね、うん、あのおっしゃってくれてたので、まあ、あのなかなかこの関原情報局では取り上げることがちょっと難しかったことでも、ホームページとかでねあの検定試験とかそういったことをあの情報発信させてもらってるんですけど、うん、そういった意味でこのインターネットテレビっていう一つのツールがあのいいようにこうつながってくれたかなとは思ってます、うんうん、まあまああの時間が制限あるから言い足りなかったこととかかなり良かったですね先生は、ちょっと間違ったこととかそうです、ね、あるんだけどそれはちょっとご容赦願ってね、うん、ちょっとね時間が足りないことがねちょっと非常にあのプレッシャーになったんで、そうですね最終走って終わったって回答とか結構ありましたね、そうそう頭もね何かかったねそうですね飛ばしまくってた、ね、飛ばしまくってましたね、ね、うん、
まあでもね、いい経験でしたよね。自分のその喋ってる姿を映像に残せるっていうのもいや、そうですね。本当勉強になりましたし、なんかここからいろいろとやれるご縁もできたので良かったですね。まあね、先生最初だけかな、その指を使ったのは。あ、これね、もうずっと刺さって、ね、今日は、ね、言わたせんよってあの書いてるんですけど、いつもあの番組のやつを借りてね、やってたんですけど、なんかこう指を刺してやろうかなと思ったんだけど、なかなかそういう機会にも恵まれず、だいたい刺したまま終わります。うん、ここしてたまにない回もあります。そんな、まあね、はい、本当いろんなさまざまな方に見ていただいてる番組やと聞いてるので、うん、大手排出事業者さんから、うん、行政の方から、はい、で、まあ、多分環境省も見てるんやろうなと思うんですけど、そういった意味ではこのインターネットテレビっていうツールを使って情報発信するっていう先駆者って言っていいんですか、もう、うん、あ、この業界ではね、うん、多分ね、廃棄物処理業界では、処理業界からのね、あれ、うん、環境団体とかね、製造業からはあったかもしれないけど、うん、ね、所有者側からはね、今皆さん YouTube で発信しだしましたね。そうですね、情報を増えましたね、うん、頑張って130回目指してやってくださいって。難しいですね、130回ってね。10回はできへんね、なかなか、うん、ねえ、ということで本当に今までありがとうございました。はい、 YouTube をはじめネット上に動画は一生残るそうなので、また廃棄物処理や管理についてつまずいたり分からなくなった時はぜひ関あら情報局と検索してもらってですね、アーカイブをご覧ください。で、まあ、業界の人もそうでない人も廃棄物処理や管理について役に立つ情報満載の関あら情報局というのは自信があるので、それでは今まで本当にありがとうございました。ではまたシーズン2でお会いしましょう。いつになるんやろな、シーズン2。では先生教えてのコーナーです。 CM です。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、それでは最後の先生教えてのコーナー、はい、130回目、130回目、ね、これもなんたらの法則の話の続きをしたいと思います、はい、これも超有名な法則です、はい、マーフィーの法則って、あ、聞いたことあるやろ、はい、ね、失敗するかなと思ったら必ず失敗するやつや、うん、ね、失敗する要因を含めなんかあったら必ずそうなってしまうというね、話ですね、うん、でマーフィーの法則も第1法則から第6法則まであるんやけど、長いね、いっぱいあるんや。これも経験則やから似たようなことはどんどんこう発生していくんやね、まあね、それでね、なってしまうんやけども、うん、第一法則は間違いは必ず起こる、まあ当たり前やね、うん、間違い必ず起こるや、その間違いが起こる要因があるから起こるということね。いや、こんな、あ、なんかあるじゃないですか、押すな言って押してしまうやつね、ダチョウクラブじゃなくてですか。あれね。二つ目は人間は誰でも失敗を犯す、あ、まあね、これも当たり前やね、そうやね、うん、当たり前ね、おかしいもんね、はい、で失敗には原因がある、それはまあこれもそうやね、うん、なんか原因があるから失敗起こるんやけど ね、うん、ね、4つ目がね、これちょっと難しいよね、白像にはなってはいけない、白い像にはなってはいけない、どういうことですか。ね、釈迦がね、釈迦のお母さんが釈迦を産む前に夢見たんよ、はい、白い像が来てちょっと、はい、大変なことをしたよね、無用の長物、白い像を維持しよう思ったらお金もかかったんすごい、うん、でその神さんやからな、物を運んだりとか道具には使えなかったね、無用の長物にはなっちゃいけないことをね、マイフィの第4法則で言ってるんやけど、まあいいわね、これはね、第5法則と第6法則が一番有名な法則やね。第5法則は最悪の時ほど次の不幸が追い打ちをかけるやつ、まあ言うたら泣き面に鉢っちゅうやつや、あ、ね、どんね、失敗するのもその上にまた失敗しちゃうというやつやね、よくあることですね、よくあることやな。で、あと第6法則、これは、ね、解決したらまた次の瞬間難問が出てくるっていうやつよ ね、よくある 例がね、歯が痛くなるのは土曜日の夜だとか、
医者空いてないの、月曜まで我慢しなあかんとかね、うん、あと綺麗なネクタイほどスープが飛ぶ、あ、女の人だったら綺麗なブラウス着てる時ほどスープが飛ぶっちゅうやつやね。あ、トマトスープとかカレーとか食べんように火つけますけど、そんなことやな。あと、うん、まあ、そんなことを言うてるのがマーフィーの法則です。はいはい、で他には何か竹本さん、そういうマーフィーの法則っぽいことあるかな。失敗すること、うん、失敗すること、うん、失敗したことのなんかマーフィーの法則っぽいのやつ、例えば自分のな、こう絵あれやろ、はい、パスポートとか、ね、うん、免許証、それが一番見にくく映るやつ、見にくく、うん、納得いかないやつ、あ、ブサイクに映るってことですか。そうそうそう、ブサイク映るこれもマーフィーの法則入ってるよな、うん、それがマーフィーの法則なんですか。あ、ブサイク映るのはもう法則なんですか。ブサイク映ってしまうね。あ、最近ちょっとこうにって口角上げるようにしました。上げるしてるおって、あと、うん、あとはスポーツ観戦してるときに、うん、自分がトイレ行ったりしてるときに特典が入っちゃうとかね。あ、そんなやつね、マーフィーの法則ね、うん、そんなんも法則なんですか。法則やね、経験則やからね、よくあるやん、そんなことないかな。タイミングが悪いだけじゃなくて、そういうこと、タイミングが悪い、ね、本当はタイミングが悪いんやけど、そういうこと、そういうこと言って納得したいわけや、人間ってな、そういうことね、はい、なるほど、はい、でこのコーナーもいよいよね、はい、最終回になったので、そうですね、何か思い出があったら、いやもう常に頭真っ白っていう感じで、そうやな、予習してこいよいやっていうか最後の本何なんですかっていう、廃棄物関係ありますかみたいな話が結構あったんで、ないない戦略の話とか経営のことだから、ここ数回はなんか新入社員の子らにね、はい、世間のこととか産廃業界のこととか分かってほしいことの周辺知識を掘り込んでいったという感じやな、ぜひぜひ勉強してください、うん、このコーナーはね、私がたった5分間でね、いろんなことを話してきたコーナーですけども、このコーナーも寄っていただいてみると、なかなか面白いことがいっぱい、まあ2人のね漫才の掛け合いやと言われてるけども、そうじゃないからね、もうめっちゃ真剣ですからね、台本真剣やというか台本ないからねこれねそんなことでね、長い間本当にありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。まあ私が一番ね残って記憶に残ってるのは、先生がふわっとした回答が多かったっていうのがね残ってますけどまあそんなわけで、はい、ま、ぜひね130回分見直していただければなと思います。はい、はい、今日も明日も一日ご安全に、はい、ありがとうございました。また来週ない